こんばんはでいいですよ。こんばんはから始めましょう。こんにちはじゃないの？これ京都用だから、こんばんはで、うん、でこんばんはの部分をカットして昼用にする、はい、してるんですよ。あ、そうか。はい。こんばんは。こんばんは。ルイノアルユリアの館経済総合分析手法です。で今日は、はい、マニラから戻ってきたんですけど、はい、今日帰られたんですよね。そうです。その足でも収録にいらっしゃって。でこの、はい、マニラという場所は、はい、本当マニそういう植物が植わる場所っていう意味だったんですけど、はい、本当に植物が植わる場所であって、うん、本当に植物がいっぱい植えてあるんですね、うん、でこのビルの屋上とかに、うん、そういう熱帯系 のヤシの木みたいなものが植わっていたりとか、非常に緑が豊かなんです、うん、はい、でこの緑が豊かであって、あと人々がマニアな意味で真面目なんですね、はい、マニアなっていうのはだからこだわることに関しては真面目なんです。こだわりがあるんです。みんなさん何かしらこだわりがある個性が強い方っていうことですかね。うん、ビジネスなんです、はい、実は、ね、あ、ビジネスで、はい、そうなんです。だから南の国というとアバウトという印象があって、はい、確かにだから興味がないことについてはアバウト極まりないんですけど、はい、約束をきちっと守るとか、でどんな人もだから仕入れと売り上げの概念が分かるとか、うんうん、非常に賢明な方々なんです、うん、あと肌の色がいろいろな方がいらっしゃるんだけれども、はい、マレー系の方と言われている方はやはりアジア的な健康的な褐色の肌の方なんですね、はい、でそれと中国系の方で、あとスペイン系の方がいらっしゃる、はい、でフィリピンの健康的なところはやはりこの褐色系の方が非常に社会的に優勢であるというところなんですね、はい、そこが非常にいわゆる植民地諸国と違っていて非常に自主的で民主的な感じがするんですね、はい、で私もだからペニンシュラという本当に某財閥系のねホテルなんですけど、そこにいらっしゃる富裕層の方々がマレー系の方の方が多いんです、はい、だから非常に現地主体のとても健康的な国家だと思うんですけれども、はい、やっぱりこう民族いろんな民族いらっしゃいますが、民族によって富裕層がいたりこう貧困層がいたりいますね、はい、どの民族は逆に貧困層なんですか？貧困層もやはり褐色の方の方が多いんですけれども、はい、富裕層も褐色の方が多い、なるほど、まあ現地の方です。それは現地の方ですから、ね、の方、はい、だからもうビジネスが好きな人、ビジネスが乗る人と乗らない人とで分かれてしまってる感じがしますね、はい、あと産業、独自の産業がなくっていまいちないんです。貿易の国なんですね、はい、まあ、貿易というのはだからこれもフィリピンにいて気づいたことなんですけど、なぜ貿易で継続的に富が上がるかというと、だから都市によって得意なことが違うわけです、はい、うんうん、だから得意にできる地域の方に作ってもらって得意じゃない方のところに売ると莫大な利益を上げ続けることができる、はい、何百年という単位でずっとそれが続いてるわけです、ね、なるほど、何百年、うん、その都市によって能力に偏りが生まれるというところが貿易の基礎だと気づいたんですね、はい、うん、これもマニラにいて気づくことができたんですけど、はい、であとマニラの大学に行ったんですけれど、はい、トマス大学という、トマス大学、スペインが作った大学ですけど、はい、それが本当に今は現地の方の大学になっているんですね、はい、自然にそうなっていて1611年からの大学なんですけど、はい、随分古い大学ですね。そしたらそうです、もともと医学の学校だったんです。うん、今ではあとは商学ですね、はい、商業の学校です。会計士によく受かったとか、はい、パネルが貼ってあったりします、ね、でももう一つザ・フィリピン大学という方は、まあ、少し理系寄りの大学が今世紀にわたってできたんですけれども、はい、やはり、まあ、歴史のあるトマス大学の方が、うん、行ってみたいなと思って行ってみたんです、うんうん、非常に感銘を受けることができたんですけど、はい、であと都市と都市の間ですね、マニラの中でも繁華街と繁華街の間をタクシーで走るときに大通りがない場合が多いんですよ、うん、マニラでは。そういうときに本当現地の方のいらっしゃる下町の道を走るんですけれども、はい、本当現地の方の生活を垣間見ながら走ることができるんですけれども、うん、
まあ薄暗いんですよね、うん、余計な光は使わず、余計な光がないんですよ。マニラってあの表通りはきらびやかなんですけれども、はい、実際現地の方が生活をしておられる場所は非常に元気なんですけれども、あのきらびやかではなく、まあ、夜早く暗くなっちゃうっていうことですよね。そうですね、やっぱりコスパの問題もあるんですかね。そうですね、いろんな日をそんなに日本ほど豊かではないから、いや豊かではないような感じはするけど、だから技術的に見たら豊かではないんだけれども、うんうん、ただ彼らはきちっとこだわるところにきちっとこだわるので、はい、実質はそんなに結構豊かだと思うんですね、実のところ。マニアというと、まあ、どういった分野の工業が、じゃ商業が発展してるんですか。やはり貿易と貿易関係、うん、貿易は非常に昔から貿易なんです、はい、でその後は IT ですね、 IT ビジネス、あと金融ビジネスですよね、まあ、銀行ですよね、うん、そういうものが発達していますね。ただ銀行というのは何のためにあるかというと、うんうん、貿易を円滑にするためにあるという、そういった商業銀行が非常に多いですよね、はい、うん、だからマニラという町を、だからよく知ってる人は貿易の町だと知ってるんですよね、うんうん、ほんとシビアに仕入れて売り上げてということを多国間でやってですね、うん、そこのむしろコントロールをしているような国なんですけれども。なるほど、じゃあ今後非常に将来性があるっていう見方もありますね。そうですね、将来性は非常にあるんですね、はい、あの基本的な、ビジネスが商業がうまいっていうことですね。そうですね、はい、これからもっともっとあの非常に客は上がってくると思いますね、はい、そのだからコスタリカとかスペイン時代の多国間貿易をそのままやっててできるんですよね、そのセンスをそのまま受け継いでるってことですよね、うんうん、マニラを経由してもしなくても、だからこことここの都市の間の価格差っていうのをきちんと把握していて、はい、貿易ができるってことですよね、うんうん、非常に優秀な方々だと思いますよね。で、本当にあのマニラの土地でやっぱり綺麗だなと思うのは、やっぱりその褐色の方々なんですね、はい、最初はだからその中国系とかの方もいいかなと思ったんですけども、はい、まあこれも個人的な好みですよ、逆差別になっちゃいけないですけど、まあ綺麗で容姿がってことですか。容姿綺麗ですね、やっぱり合うんですね、はい、フードに合うんですよ。なるほど、もう写真撮れば、うん、まあ、綺麗なポストカードみたいにまとまるみたいな。そうですね、本当に、はい、うん、まあ東洋の真珠って言われたっていうのはその通りだなと思うと、はい、東洋の真珠か、うん、美しい言葉だ。そうなんですけどね、はい、そこにやっぱりエコひいきが生まれてくるんです、ね、はい、だからこう某世界的な商売のうまいなんとか財閥っていうのはありますけれども、なんとか財閥とかなんとかという人がいるんですけれども、名前は違うんだけど、ロスダンとか。そうなんです、ロスダンとかのマニラバージョンみたいな、マニラバージョンっていうかだと思ってたけれども、はい、一番本命らしいんですよね。らしい、なんとらしいとは聞かないけれども、僕はやっぱりそのユダヤの本家があるっていう、ね、ユダヤというかだから一番貿易のやりがいのある地域だったでしょ、はい、1800年代、はい、そのままずっとそうだという感触はしますよね、うん、さっき言ったあのペニンシュラもそうだし、うん、まあキャセパシェキもそうですし、うん、つまりあの結局スコットランド系の方の名前にはなってるけれども、もうすぐそのなんとかのお茶さんが出てくるんですよ、うん、なんとか茶、うん、まあ、わかります、皆さん聞いてる方々は、うん、なんとかドスなんとか、うん、なんとかとですよね、一番だから関係の深いところですよね、はい、興味深いですね、はい、でやはりその香港の通貨を発行している某4文字の銀行も関係があるんですよね、はい、だからでそこロスなんとかの傘下にあるっていうことですね。そうですね、傘下、もう傘下どころかもう身内の企業なんですよ。へえ、うん、なんで本家と言えるかというと、やっぱり回してる額が非常に大きいんですよ、うん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 、つまりそのヨーロッパ本土よりも大きいぐらい回してるんですよ、はい、じゃあ必ずしもワスプもアングロサクソンプロテスタントが世界を支配してるっていう陰謀の、必ずしも正しいわけじゃないんですね。そうなんです、だから米国が主体とも言い切れなくって、はい、そのだから言われてることと現実とはちょっと違うんですよ、はい、で合理性があるんですよ、この東南アジア地域の回ってる額の大きい理由は、はい、だから多様性に富む地域なので、うん、もちろんここで貿易をすればその貿易の利益率は本土の比ではないんですよ、ヨーロッパの、うんうん、だから当然力を入れただろうってことは分かるんです、うん、
でそれと中国ですよね。だから中国はだからまあ言ってはなんだけど管理社会けど、だから自由貿易をしている地域だから自由貿易の発祥みたいな地域とだからやっぱり気質がちょっと違うんですよ、うん、より自由な雰囲気がするというところ。マニアの方がそうですね。まあ中国はやっぱりまあ経済は資本主義でも国民の管理体質はまだ共産主義国ですもんね。うん、まあだからもう本当工業の国なんでね、はい、工場をいかに作ってますかなんで、はい、それはだから信用管理した方が工場を回しやすいと、うん、だ貿易でいうのはだからそれには合わないわけですよちょっと、うん、むしろそのギャップを生かすところが貿易なので、それを思うのはだからマニラに関して思うのは特に主体性が高いんですよね。現地の方が直接それに携わっているというところが違うし、その例えばマニラホテルとかに行ってももうそれとおぼしき方とマニラの現地の、まあ、お姉さんとかとの本当に仲良い写真が飾っていっぱい飾ってあったりとか、うん、ただその感じが本気の感じなんですよね。なんか僕はそこからやっぱ本当にただならぬ関係だろうと思いますね。はい、うん、面白いですね。じゃあ日の下さ社長的には、まあ、今後マニラが世界の中心になると。いや陰ながらそうだったと思います、はい、今までも日本よりもマニラはいずれ追い抜くと思いますか。だから数字では追い抜かないかもしれないけど、はい、キーポイントを昔から要所ですよね、うん、商売の要点を抑えているところではあるんですよ昔から、うんうん、商売ってそのポイントを抑えるところが強いですから。なるほど。うん、まあ日本はポイントが抑えてるかというとそんなことはないですよ。何でもありの何でもあり、逆にポイントがありすぎて分かんないみたいな、うん、そうなんですよね、はい、でそこでだからマニアとオタクの関係です、うん、オタクっていうのはだから一つの場所に集まってみんなで中心のところに集まっていって一つのものを作り上げようという産業的な感じですね、うん、マニアっていうのは貿易で気に入ったものを収集してこようという方ですよね、うん。なるほど。で俺はちょっと全然数学的に言ったところより次元が違うわけですよ、はい、中心に集めてくるのか、まあ、典型的なのは五芒星ですよね。あのペンタグラム大好きなんですよ、うんうん、あのまあ今、まあまあ、典型こちらのマークにもありますが五芒星ですね、うん、典型的に言ってだから5つの地域でそれぞれの価値を生かしながら商品をぐるぐる回したら莫大な利益が上がるわけですよ、はい。そうですよね、多分そういう意味だと思うんです。まあ、木下社長の経済総合分析会社のマークが五芒星ですから、はい、うん、そういう意味があったわけですね。で、はい、可愛かったのはだからマニラの空港にこの目がこう、こう本当かわいい目のマークで顔がまんまる目顔いやホルスの目がホルスの目じゃないんですよ。もっと無邪気な、はい、こういう目なんでクリクリっていう、クリクリとした目が描かれてるんだ。で丸い顔で、で天使なんですよ。ですごい無邪気な感じなんですよ、はい、で真ん中にこの五芒星が書いてあるんです。はい、それはどういった意味があるんでしょうね。もうだから商売が繁栄する天使さんと。で僕はなんとかこのマニラが本命だと思ったのは、うん、だからおどろおどろしく書かれてるはずのものがすごくなんか純粋で無邪気なんですよ、うんうん、なるほど。そこからむしろ僕は思うのはここが本命なんだろうと思うんです。うん、何でもその本命なものほどシンプルなんですよ、うんうん、僕の経験でもそうです。深い言葉ですね。本命ほどシンプルだっていう。そう深い言葉だ、うんうん、だから僕は本当にねシンプルにこの何だろう楽しくなりましたもん あそこにいて、うん、だからあのラジオ番組は本当にあのとても明るくて、はい、心がやっぱりもう解きほぐされていくという、うん、いろんなもののオマージュなんだけど、うん、もっと洗練されてるんですよ、うん、そういったところでしたね。でだからマニアという人はだからオタクの人とはやっぱりちょっと見ている軸が違うけれども、うん、何か良さを見出して違う角度から引き出してくることがあるってところですね、うんうん、なるほど面白いですね。でだから例えばだから日本のオタク文化をそのままマニアの人に持っていったとしても、うん、マニラでもマニアでも一緒ですけれども、うん、そのまま受けるわけじゃなくってマニアの人がさらに、はい、チョイスして選択してくるんですよね、そこから、はい、彼らが選ばない選ぶと価値が生まれるって感じです、うん、あくまでだから選ぶ側というところですね。だから買う側なのでね、向こうがね、うん、そこがありますね、うん、
ただだからそこでも出てくる一番の問題点はだから貿易が意外と優位であるっていうところなんでね、今の時代、うんうん、まあ、物をいっぱい作っていくらいいものを作っても結局選ばれなければ価値が芽生えないというところ、うん、そういうシビアなところを痛感するっていうところを感じましたね、マニラにいて感じた。一見だから技術的に見たらいろんなところが至らないようだけど、はい、なんだか住んでみると本当に快適で洗練されているんですよ。チョイスがいいんですよ、うんうん、選択が非常にいいというところを感じる、うん、でそれとあと私 の昔の昭和とか大正の時代の人の話を聞くんですけどね、はい、日本が心配だって、それは遊んでる若い子が心配なんですかって聞いたんですけどね、うん、違うんだって、戦時中の悪い空気を背負っていることが心配なんだって。戦時中の悪い空気を、まあ、今の安倍政権がってことですかね。以前ですね、もうそれ以前からずっと、なんだろう、まずだから生きるとかビジネスが成り立つとかということを考えもせずに技術にこだわったりとか、うん、そういったことの方がよほど日本的だなような気がするんだと言われて、大気のない技術テクノロジー、うん、そう、うん、だから人のために役に立つというところがまず立脚していないようなところとか、うん、何事であるにも大義名分がないという、大義名分というか、うん、ユーティリティ、実際使い物になるという実利性、うん、人を本当に幸せにするという現実性、うん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 、というところがないというところのが怖いよと言ってて、なるほど、まあちょっと商業系の人ではあるんですけどね、はい、うん、ということを感じて、あそうか、技術立国って戦後のテーマっていうか戦時中以後のテーマだったりすると思って、うん、大昔の日本はそうでもなかったのかもしれないとか、うんうん、気づかされたりもしましたね。ということで、まあ、マニアとオタクの良い関係について、うん、僕はこれからも語っていきたいと思いますね、はい、楽しみですね、今後の木下社長、うん、木下博士のマニアでのご活躍にご期待ください。 ありがとうございます。ありがとうございました。どうも、また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。